単語国変化物語より、狐の一つ目入道、を、稲尾木家録に登場した一つ目入道一つ目。入道は、日本の妖怪の一つで、目が一つしかない妖入道の姿の妖怪。各地の伝説、民話などに、名が見られ、こし入道のように背が伸び縮みする妖怪と言われる、こともある。京都では、正体は、狐と言われる。また、江戸時代の怪談。 稲尾木記録にも一つ目入道が登場し、主人公の平太郎をつかもうとしている絵が描かれているが、これは狸が化けたものとされる。和歌山県日高郡には以下のような妖怪炭がある。ある若者が上志賀からコロムナへ向かう途中、立派な行列に出くわした。殿様や嫁入りではないようだが、木の上に登って見物していたところ、行列は木の根元で止まり、やけに大きな籠から、 身長約一条の一つ目の大男が現れ、木を登って、若者を襲おうとした。若者が、無我夢中で、刀で頭を切りつけたところ、大男は、行列もろとも消え去ったという。この一つ目入道や一つ目小僧が入道の姿で、あるのは、比叡山に伝わる、妖怪、一眼一足奉仕に由来するとの説がある。これはその名の通り一つ目一本足の僧侶姿の、 妖怪、または、幽霊とされ、比叡山で修行を怠ける僧がいると一つ目で、睨みつけていましめ、怠けのひどい僧は、山から追い出したという。この奉仕は、第十八代天台座雑の良言の生まれ変わりとされ、厳しい戒律で僧たちを律した良言が、死後に僧たちの世俗化していく様子を嘆き、この妖怪となって僧をいましめると信じられたという。現在の比叡山延暦寺には、 修行像の住む掃除棒という障子にこの奉師の絵が残されている。ありがとうございます。